は資源かわい。そうです、ショパンコンクールで話題となったかわいというメーカーから出てるしげるかわいというねピアノを今日はね皆様に音を届けれたらなと思ってます。このしげるかわいは私1年ほど前にちょっとレコーディングで SKEX っていうしげるかわいのフルコンサートモデルで、CD をレコーディングしました。期間限定で僕もね SK3 をレンタルさせてもらってて、めちゃくちゃ思い出がある楽器です。その楽器を今日は触らせてもらいます。そうです、今日触らせてもらう楽器は SK2 というしげるかわいの、まあ、あとお家にあるようなサイズのピアノを弾かせていただきます。でね、せっかくだったらショパンの曲をいくつか弾きながらどんな音かとか皆様に届けれたらなと思います。それでは早速弾いていきましょう。しげるかわいはどちらかといったらまろやか系の音にね結構ね特徴がある楽器ですので、まあこういう革命もいいんですけども、まあせっかくだったらこういう曲ですよね。いいですね。じゃあ、あのところ行ってみますか。
ね、しげるかわいで一応僕がね、過去に弾いた音源があるのでね、あの有名なとこだけ行きましょうか、ほんなら。スタンウェイ、このね、やっぱ4台はやっぱ特にね、素晴らしい楽器なんだろうなっていうのを改めて今回やっぱ感じました。
皆さんもね、まあ、しげるかわい弾く機会とかありましたら、ぜひとも弾いてね、まあ、なんか感想だったりっていうのをね、コメント欄とかで聞かせてください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録お願いします。というわけで皆さん、バイバイ。